ーゼントが決まんないなあ。あ、ういっす。こんにちは、高幸です。いやー、ちょっと急に始まっちゃいましたね、またね。今日はね、ちょっとこれから温泉紹介です。はい、どこへ行くかというとね、群馬県は水上町にありますですね、温泉に行きたいと思います。私の温泉紹介はね、メジャーなとこはね行かないですよ。やっぱりね、私は共同浴場を愛してますので、町営の、まあ、町が運営している共同浴場へ行きたいと思います。その名も三宝の湯という温泉ですね。どうやらね、料金もやっぱり町営がやってるということもあって、300円とか350円だったような気がします。はい、それなんでね、これから突撃したいと思います。はい、ただいま三宝の湯という町営浴場に着きました。こう見るとね、ただのプレハブ小屋にしか見えないんですけど、温泉ということですね。もう周りは何もないですね。楽しみです。いや、昔ながらの温泉ですね。ロッカーなんていうものはないですね。昔ながらの温泉、カゴのみで、ちょっと人がいないうちに移しちゃいましょう。こんな感じ。こんな感じです。素晴らしいな。素晴らしい。オリジナリティにあふれてるお風呂。オリジナルのお風呂って感じですね。こんな感じですよ。周りはこんな感じでね、虫が入らないようになってます。素晴らしい。相当温度は熱めで、お湯はサラッサラッとしている温泉ですね。素晴らしい。三宝の湯いただいてまいりました。硫黄臭とかはあんまりしないんですけども、特有の温泉感はしっかりと出ていまして、でお湯はですね、つるっとしているイメージで、私のお肌に非常に合う温泉ですね。でしかもね、お湯がもう加水してない、源泉本当にかけ流しのお湯で、町内の方がね、
本当に一生懸命作って綺麗に手入れされているんだなという感じを受けました。はい、なのでね、まあ、私もこういうところは綺麗に使わせていただいて、大事にね、今後もこちらの方に来た際には利用させていただきたいと思います。はい、私のね、中のね、共同浴場ランキングのね、ここはベスト3の中に入る温泉でしたね。またね、穴場の共同浴場をどんどん紹介していきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。またこの動画を見ていただいてね、いいなと思っていただいた方はいいねと、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまたどこかでお会いしましょう。高木でした。